マルコム X、1964年3月12日、ムスリムモスクインクは、マルコム X がネーション・オブ・イスラムから離脱した後に結成した、イスラム教団体。海は、比較的小さな組織で、創設者が暗殺された後に崩壊した。マルコム X は、ネーション・オブ・イスラム離脱の4日後、1964年3月12日に、ムスリムモスクの設立を発表した。 グループは主に元ネーションオブイスラムのメンバーからなっていた。2003年のインタビューで、かつての指導者の一人は、海は約50名の先住活動家が中心となって始まったことを改装した。マルコム X は1964年3月から1965年2月までの間、ほとんどの時間を海外で過ごした。彼の不在中、ジェームズ 67X シャバズが、 事実上のリーダーを務めた。マルコム X は、ネーション・オブ・イスラムを離脱した1964年3月から暗殺される1965年2月までの間に、アフリカと中東を旅行し、その哲学は進化していった。これらの変化は、ムスリム・モスク・インクの多くのメンバーを混乱させた。当初、ムスリム・モスク・インクの協議は、ネーション・オブ・イスラムのものと同様であった。 マルコム X がスンナ派に入信、恥を行い、メッカから海のメンバーに対して彼の巡礼と人種差別を拒否するために余儀なくされていたかつて彼の白人に対する見方はどのようになされていたかを伝えた。多くのメンバーはそれを聞いても信じることができなかった。ネーション・オブ・イスラムは白人が聖地メッカでは許されていないと教えていた。海の何人かのメンバーは マルコム X がすんな派になったのを信じることを拒否し、その他は彼が白人について著述した時に誤って引用したのだと考えた。1964年5月までにムスリムモスク、インクのメンバーは125名まで増加し、ネーション・オブ・イスラムの元メンバー以外も引きつけるようになった。マルコム X はムスリムモスク・インクが イスラム教組織の主流として受け入れられるのではないかと考えた。1964年8月、イスラム教最高評議会は20名の若い民、メンバーに対して、アルイコールアズハル大学で学ぶための奨学金を支給することを決定した。また、民はアメリカ及びカナダのイスラム連盟に加入した。翌月世界イスラム連盟はメディナイスラーム大学で学ぶ。 小学生15名に対する奨学金の支給を申し入れた。マルコム X が1965年2月に暗殺されると、ムスリムモスクインクは解散した。現在ハーレムの西113番街130にあるマスジット・マルコム・シャバズは、ムスリムモスクの後継である。ありがとうございます。